ましょう。はい、終わりましたね。みんなのネット展示会第1回目初企画どうでしたでしょうか。僕はね、思ったよりすごいうまいなと、皆さんめちゃくちゃうまいなと思いましたね。うん、もうプロ級の人も何人もいましたもんね。実際にプロの方もいたのかな、もう仕事をされてる方、絵でね。うん、独創的な人もいましたしね、技術がもう秀逸な人もいましたよね。びっくりしましたね。僕そんなに、正直そんなに上手い人いないかなとは思ってはいたんですよ、正直なところ。ただ全体皆さん上手い、上手かったですね。全体上手いです。まあ今回ね、100名ちょい超えましたから、2つに分けてやらせてもらいました。で、評価も評論もしませんでした。理由としてはやっぱりね、それぞれ皆さん絵に向かう姿勢が多分ね違うと思うんですよ。諸事情全然分かりませんけど、例えば大学受験、芸大に向けての絵を描いてる、絵を描こうとしてる人っていうのは目的がもう全然違いますよね。ね、あと自分独自の世界を作り上げていこうとしてる人、自分のオリジナリティをどこまで出せるかみたいなことに挑戦してる人っていうのはね、はっきり言ってアドバイスも評論もいらないですからね。何かに向かっ、何かのこのイメージに向かっていってるわけじゃないので、あと評論できないですよ、そもそもそういう方の絵っていうのはね。うん、その人が良ければそれでいいという世界ですから。あ、まあ、はたまたもう軽い気持ちで趣味で楽しんでおられる方ね、方もおられれば、好きなアーティストさん、好きな画家さんのイメージに近づこうと頑張ろうとしている方、まあね、もう様々おられるので、その様々おられる方の絵に対して事情を知らない僕が評論するのもちょっとね、的外れの評論になるし、ね、評価できないんですよ、それはね。うん、絵だけを見てどうこうっていうのはなかなかちょっと僕もね、無責任なことになっちゃうので、そこはやめときました。うん、ただまあ今回もう添削みたいなことをやってもらいたいとか、評価が欲しいという方もね、作品を応募してもらうときに何人かの声がやっぱりあったりして、まあ、それもそうかなというのを確かに僕も分かります。うん、ですから、まあ、どっか別の機会にね、そういうふうなこの添削じゃないですか、ちゃんと事情をお聞きして、絵に向かう事情をお聞きした上でちゃんと添削みたいなことがやっていければなとは思ってはいるんですけど、まあ何分私一人でやってるので、たくさんの人数の方をね、どこまでちゃんと評価できるかどうか、添削できるかどうかというところもあったりして、猫がうるさいんですよ、すいません。ちょっとその辺はちょっとね考えていきます。うん、何かいい方法がないかなと。ってとこですね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。